とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモッド入れております。何のモッドかっていうと、ボスがあるキャラクターに変わっちゃうモッドですね。さあ、どんなキャラクターに変わるのでしょうか。当ててみてください。では、行きますよ。それでは到着しました。ここのボスですね。あ、ちなみに装備は誕生と終焉、そしてフルメタルアーマー、これでいきます。ドラも使っていきますね。はい、多分ね、ここのボスだけしか変わんないと思うんだけどね。登場まあまあ、あえて誰かは言わないでおきましょう。お、顔が見えなくなった。顔が、横からだと見えるんだな。正面からだと顔が黒くて見えないんだけども、横に行くと見えるっぽいね。あー、なるほど。この誕生と終焉はあんまりボス戦には向いてないかもね。うん、あ、いや、そうでもないか。しっかりぴょんぴょんやってダイナモ貯めて攻撃すれば全然大丈夫っぽいですね。はい、倒しました。ここのボスも変わるのかな。あ、さすがにお前は違うんだよな。うん、この子は違うけども、変身後は一緒だよね。多分ヌーシュルムモンスターズだけだと思うんだけども、いや、もしやエンダーの心臓も変身しちゃう。あ、しなかった。こいつはそのまんまだった。また押しちゃいましょう。危ない。あ、減らせない。あんまり減らせない。ダイナモ20でそんなもんか。ちょっと待って待って。しゃあ、はい、ということで今日はモッドやってみました。ムーシュルムモンスターズがあのキャラクターに変わるっていうやつですね。正面からじゃちょっと顔が見えなかったんですけども、横を向いた時にもう誰かわかりましたね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。